ブースにお邪魔しています。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。こちらは一体どんなことをなさっている会社なんでしょうか。はい、はい、我々エプコという会社はですね、もともと住宅業界の会社で、住宅の中でも特に設備と呼ばれる水回りとか、はい、電気設備とか太陽光パネルとか、そういうのを新築で設置するときにいろんな設計サービスだとか、あとはコールセンターやったりだとか、はい、いろんなサービスさせてもらってます。今回の展示としてはいろいろこうエネルギーですとか、はい、いう言葉が見えますけれども、そうですね、そういった事業もなさって、はい、これ我々住宅業界の中でも、はい、水回りとか電気とかいろんなお仕事させてもらっている中で、今住宅の中もスマートハウスといって、こういうエネルギーに関する関心がすごく強いんですね。なので我々としてもこのエネルギーという事業分野にもう集中して、ここを第二の創業にしようということで、はい、今年25周年を迎えるんですけども、はい、今年はこれ初出展なんですけども、このスマートエネルギー事業というので大きく勝負していこうという思いの表れです。具体的にはどういったことを、はい、これ今度2016年にですね、はい、家庭向けの電力小売という市場が自由化されまして、はい、今皆さん地域でお住まいの人たちって東京電力さんだとか地域の電力会社しか選べないんですけど、それがこういろんな電力会社を自分たちで携帯電話のように選べるように市場が変わるんですけども、その時に我々は新しく電力市場に参入してくる企業さんですとか、あとはどの電力会社にしようかなって悩んでる個人の方とか、そういう人たちにいろんなサービスを提供していきたいと考えています。じゃあその迷ってらっしゃるお客様のこうコンサルティングというか、いろいろアドバイスをあげるという、このエネチェンジなんかはまさにそのサービスでして、どの電力会社を選んだら一番電力料金がお得かっていうのを提案してくれるサービスなんです。まさに今の時代に沿ったこの、はい、そうなんです、まあ、要望もたくさんあるでしょうし、ね、はい、これが2016年からいろんな会社が新しいサービス手掛けてくるんですけども、我々はいち早くもう今年から準備をして、もうすぐに自由化に対応できるような体制を取ってます。未来を見据えた事業ということですね、はい。こちらではエネルギーに特化された事業を始められたということで、はい、具体的にはどんなことをなさっているんでしょうか。電力データを活用した生活支援サービスっていうのを、これ具体的には福岡県の宮山市の方で実施中なんですけども、はい、例えば1分の間隔で電気のデータを取れますので、皆さんがどういう電気の使い方をしているのかっていうことをクラウド上で収集ができますので、そこが分かると。でもう一つは、ガスも今回自由化されますので、ガスのデータっていうのは実はキッチンでガス使ってるとか、お風呂で使ってるとか、まあ、場合によっては床暖房で使ってるとか、機器が限られてますので、はい、電気がいいのかガスがいいのかっていうことをそのご家庭のエネルギーの使い方に合わせて診断をし差し上げると。で少しこちらのパネルでご説明しますと、はい、そうやって我が家のエネルギー事情を、まあ、確認をすると。でそのご家庭に合った機器の買い替えですとか省エネの方法をご提案をして、実際にそれを設計して見積もりをして、まあ私どもがその設置工事だとか機器の取り替えはしませんけども、まあここは例えば地元の商店街のリフォーム店をご紹介するとかっていう形で省エネ効果をまあご提案をして、でこういった画面でその後実際にどうだったのか、インターネット上でお知らせをする。でその後お問い合わせがあればカスタマーサポートでしっかりフォローをすると、というようなサイクルで、まあ、エプコに頼ればいわゆるエネルギー診断、家の中のその省エネ提案をトータルでサポートできるというようなことにつなげようと思っています。なるほど。じゃあライフスタイルに合わせたそのエネルギーの使い方というのをこう提案してくださって、さらにはまあフォローまで、はい、最後まで見ていただけるということですね、はい。まあ、他にですね、はい、電力データを活用するとさまざまなサービスが想定をされますので、はい、まあ、今回は仮想電気料金プランと電気クーポンサービスというような、今は電気料金プランっていうのはそのお住まいの電力会社のいくつかのプランの中から選ぶしかないんですけども、まもなく自由化を迎えると、いろんなところから一番安い電気料金プランを選べますので、今回は、まあ、全国どこの電力会社のどの料金プランを自分が選ぶとどれぐらいになるのかっていうことをご提案をして差し上げるっていうようなサービスも4月から始めようとしています。で、あるいは電力データを活用すると高齢者の見守り、あるいは健康チェックサービスっていうことも可能でして、おじいちゃんおばあちゃんが普段と違う電気の使い方をしているなっていうことで違いを感知をして
大丈夫ですかっていうご連絡をしたり、あるいはご家族、あらかじめご登録をいただいているご近所の方々に見守り情報としてご提供するというようなサービスを考えています。なるほど、その電力の使い方からこういった見守りのサービスまでできるということなんですね、はい、先ほど美山市での取り組みというお話ありましたが、はい、それを説明したパネルがこちらなんですね、はい、いろんなサービスを、する目的は市が市民ともっとつながって暮らしやすい安心した街づくりをするということが目的なんですけども、その目的は一つの、手段方法であって、実は今、自治体が水、はい、ガス電気といったあるいは交通インフラといった、いわゆる自治体のインフラそのものをこう ご提供していこうってい こう PPS のこれスマートコミュニティという動きなんですけども、まさに自治体三山市さんでは水道だけではなくて電気も販売をしていこう、自分たちのエリアにある再生可能エネルギーをふんだんに使ってその電力を市民に販売をしていく、はい、単にその電気を販売するって電力会社より安く販売しますよっていうのは自治体の使命ではないので、電気を販売すると同時にこういったサービスをセットにして市民の方が三山市に暮らしやすい街づくりを目指しましょうということで自治体 PPS の設立の準備をしています。これからいろんな自治体が特に地方自治体が抱える問題点、悩みっていうのは全国基本的に共通だと認識をしていますので、エネルギーをまあきっかけにした地域の活性化というところまで踏み込んだコンサルティングをパッケージにして私どもはご提供しようとしています。そういうサービスを提供することによってまたどんな暮らしやすい街になってどんな発展があるのかっていうのも非常にこれから楽しみですよね。そうですね。こちらサプライサイドサービスとありまして、事業の計画立案から法人設立までトータルにコンサルティングしていただけるということなんですね。はい、おっしゃる通りです、まあ、今後その提案の重要化っていうのは市民の皆さんに対してどういう事業運営をしていけばいいのか、で電源の調達は地域のエネルギーをどれぐらい活用できるのか、あるいは電力会社との関係はどうなのか、はい、といった調達支援のサービスですとか、先ほど申し上げた電力のサービス企画というのは市民の皆様にどんなサービスが受け入れられるのか、継続的に満足していただけるのかというような立案ですとか、あるいは電気料金プランを作り出す、例えばその地域に住んでらっしゃる親子で割引プランですとか、もしかしたら東京と九州に住んでる親子が電力料金をシェアするっていうようなそういう料金プランのもあると思います、でそういったことまで含めて事業会社が経営としてどうやったら成り立っていくのかっていうことをトータルでコンサルティングをする活動をしています、でその次には実際に電力を売買をするときには買ってくる電気と売る電気の、量を一致させなきゃいけませんので、そこは、まあ、こういった私どもが持っているシステムを使ってオペレーションをしていく、発電量と需要量をマッチをさせてその会社がきちっと経営として成り立つような、バックオフィス後ろ側でもう任せていただければエプコに任せれば全部できるというような、業務をやっています。